ロシアプーチン大統領による日露平和条約の年内締結の提案をめぐって、ロシアの大統領報道官、領土問題の交渉に数十年の時間を要すると記者団に述べました。ということは、北方領土問題と平和条約締結交渉、切り離す提案、こういう認識を示したということです。ロシア国内、アメリカと同盟関係を結ぶ日本に、地政学的に重要な北方領土を返還するのは難しいという見方が有力です。領土問題の交渉、数十年の時間を要するというこの発言ですが、伊藤さん、どうお考えですか？はい、北方領土の位置づけがですね、はい、いわゆるオホーツク海を守るという、そちら の戦略的な意味も、改めて持ってきましたので、はい、アメリカとの関係でですね、ロシアが、はい、ですからそういう意味では本当に難しくなったんでしょうね。これね、例えば、北方領土、これが日本に帰属、これを認めて、はい、そして北方領土に、日本の施設なんか入っていくと、はい、アメリカ軍、はい、彼らはだからアメリカ軍がそこに置かれると思ってるんですよ。そういう心配してるようですね。そうすると北方領土に穴が開くんで、はい、あのホーツク海に穴が開いと、そうすると生育化できないんで、はい、そこは絶対無理なんでしょうね。そしてロシアの大統領報道官、領土問題の交渉にその数十年の時間を要すると記者団に述べたことに対して、1990年代に、対日領土交渉を担当したロシアの元外務次官、北方領土問題を求める日本の主張をロシアが絶対に受け入れないことを示したものだと分析をしていると。伊藤さんも先ほどおっしゃいましたけれども、そういうそのオホーツク海の防衛という、はいね、意味も、はい、だから冷戦直後の時の、はい、ですからソ連が変わロシアに変わった瞬間は1991年あの時は行けるチャンスだったんですよ。ソ連との約束は関係なくなったからですね。はい、またロシア氏はですね、領土問題を解決させずに結ぶ平和条約があったとするならば、日本側にとって無条件降伏というふうに言ってます。これは順序が違うでしょう。絶対もう舐めませんからね。そうですよね。はい。プーチンロシア大統領はウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで安倍総理に対し、あらゆる前提条件を抜きにして今年の末末までに平和条約を結ばないかと呼びかけました。ロシアの大統領が公の場でこのような提案をしたのは初めて、波紋を広げています。これまでその日本とロシアの両国は北方四島の帰属、これを確認してから平和条約を結ぶことで原則一致してきました。北方領土問題の棚上げを示唆するプーチン氏のこの提案をですね、日本が受け入れないのはこれはもう確実と見られています。このプーチン大統領の提案ですが、伊藤さん、これどう見てますか？ちょうど2年前に、はい、北方領土、伊藤さんいらした行ってきたんですよ、はい、でその時にちょうど日露はですね、はい、新アプローチというのを両首脳で始めた頃でしたから、はい、それをなんか私は今回は逆利用されたような、イメージがありましたね。はい、最初の一報を聞いたときに、はい。プーチン側が逆利用してきたと。はい。この新アプローチって、っていうのはどういうことかっていうと、平和条約ももちろん結んでません。そして、だって北方四島の帰属がなされてないわけです。だけれども、経済はちょっと先駆けて、少しお互いに協力していきましょうよという、この意味合いですよね。はい。というかですね、言って思ったのは、島民の方ですよ。はい。島民の方も70年経ってるわけですから、皆さんもうご高齢なんですよ。で、そのご高齢の島民の方の願いは、はい、もう自由に行けて、自由に住める場所にもしてくれと。だからあまり帰属問題よりもそっちなんですよ。でそれが全部総理にも入ってますし、そういう中で解決策として一緒に生活できる場という意味のものが共同経済活動なんですよ。一緒に生活、はい、支援とかなんとかと関係ないんですよ。はい、だから一緒に自由に行くためにはそこに住みたいという時も、でも生活の手段がないとダメですよね。それが経済活動なんですよ。一緒に、でもそれはどちらの法律にも属さないでやると、だから特別な関係を作ろうと、はい、これが新アプローチだったんです、はいはい、でそれでいい関係になったらその後に平和条約につながるだろうという思考過程なんですね。はい、島民と一緒に住むことによって、その島民も、はい、日本に帰属してもいいかなっていうふうに、はい、というか、それはもっと言うと、ふわっとした関係にしておきたいんですね。はい、
要するに平和条約っていうのは、国境線の確定問題なんですよ。そうですよね、はい。どこどこまではどっちの国だと。で、そうじゃないと不可侵条約ですから、平和条約っていうのはですね、結べないわけですよ、ね。でもそんなことやったらいつまで経ってもこの島の話は進まない。であるならば、ここを特別な関係にして、それがお互いが納得すれば、平和条約につながるんではないかというのが当時の思考過程なんですね。あ、その行いが平和条約につながるのではないかということだったんですね。要するにこれ国際法上今までないわけですから、はい、でも新しいアプローチとしてこれやってみようというので、トップの強い政治力のあるトップでしかこれはできない、はい、ということを最初お互い言い合うわけですよ。だからいい関係になったんですね。今でもその新アプローチってそんなに進んで、だから今回はそれがうまくだいぶ進み出したっていうのが最初の発表だったんですよ、首脳会談で。はいはい、はい、そういうことですよ。どちらの法律にも、5つのね、こうなんか、分野で生活できるでしょうと、経済が、はい、あれはそういうことなんです。あ、そうなんですね、はい、日本の法律にも、はい、ロシアの法律にも服さない枠組みでこれをやっていこうと、はいはい、まあ、これロシアの法律でやっちゃったら、ね、全然意味ないです。ロシアのルールでやるんだったらもう実際に認めちゃってるじゃないかってことになりますからね。ちょっとイメージが違うんですよ。日本の方はこれなんか経済支援で取られるもの取られてなんとかとか、そうじゃないんですよ。島民の方の願いを叶える形なんですよ。それがまず第一義なんですね。貴族よりも実際にいらっしゃった方が、自分が生きてる間に何とかしてくれっていう一番の強い望みなんですよ。はい、これ私行って、現地、その方たちとお話して初めて分かりました。そうなんですね。で、はい、実際、まあ、今回このプーチン大統領が、平和条約をまず締結して、というですね、順序逆なんです。日本からしてみれば。持ってったんですよ、それ、はい。これっていうのはでも、日本からしてみれば、到底受けることはできませんよね。はいはいはい、となると、これまたせっかくこう何かこうね、プーチン大統領をウラジミールってこう呼んでみたり、で安倍総理もその前の演説で、いやもうとにかくこの異常な事態を私とそのプーチン大統領とで解決するんだっていうことを言った。そしたら今思いついたがっていうふうにプーチン大統領が、じゃあまず平和条約結ぼうじゃないかという流れになってきちゃったんですが、これ今後伊藤さんはどうご覧になってますか？だからまさにもう一度、分かった分かったと、ただやはり我々が決めた通りの共同経済活動の形を確立しようじゃないか、まずに戻すんだと思いますよ、日本政府としては。で、それからでしょと、それがないのにいきなり何も無条件で平和条約は、これはありえないと、こういうやり取りだと思いますよね。あともう一つ、今年中にというふうに期限を区切ってきましたよね、プーチン大統領が。これはどういう意味を持つんでしょうか？ですから、多分このどちらの法律にも属さない運動可能というプロセスは今年中になんだと思います。ああ、そういうことなんですか。だからあれをおそらくプーチンは 無条件、彼らからすると無条件に見えるんでしょうね。自分の法律にも自分のとこだと思ってるのが自分の法律にも服さないで活動さすっていう意味では、はい、そのあたりがなんかごちゃごちゃになってるのか、あるいはごちゃごちゃにさせてるのかと、はい、いうことですから、やり取りの中で多分交渉は分かった方と、今年までに決めるのはこの特別な関係を隔離させる、これを今年中にというふうに日本政府は持っていくんだと思います。いろいろこの解釈の仕方、はいはい、これ角度変えるってことなんですね。はいはい、ね、普通に聞くともう今年中に平和条約締結だ、はい、それはありえないと思います。ありえないですから、それは。そうですよね。はい、帰属をただ上げにしてっていうのはですね。はい、そこで、まあ、いかにこの解釈を変えて、いや、今年中には、その、まあ、新アプローチの方を、はい、確認して、で、それがうまくいくようだったら、次のステップとして、はい、ここの帰属を後にしてでも平和に行こう、はい、こう平和条約に行こうと、こうなるんでしょうね。そうなんですね。さて、今回のプーチン氏の発言に対してですね、総裁選に、自民党の総裁選に出馬した石破元幹事長、こう否定しています。領土問題の解決を後回しにして平和条約だということは、今までの領土をめぐる国際交渉の中で見たことがない。その解決を見ないまま、そういうことが行われるということは、将来に大きな禍根を残す。まあ、これは言われてみれば、それはそうでしょうね。はいはい、これは新アプローチはあえてきてちょっと批判してるんですよ。はい、何度も言いますけど、国境線を確定しないと本来平和条約できない、はい、でもだからあえてこの4つを共同の場所にしようというアプローチですよね。はい、
でもそれって平和条約に結べようとしてるんでしょと、だから領土交渉もしないでそれおかしいと言ってるんですよ。確かに安倍総理は北方四島において共同経済活動をしていくことによって日本とロシアの理解が進んでいくと、そういう意味ですいうことなんですね、はい。いや見た感じ、まあ、テレビのニュースで見るとですね、はい、プーチン大統領がいきなりあの平和条約を発言しました、はいはい、安倍総理も苦笑いしてましたよ ね、 ね、もう笑うしかないというような状況の、ちょっと違う方向なんだけどって感じですよね。そうですね、安倍総理としては、ああいう時ってのはでも笑っていいものなのかどうかっていうのがね、もう外人とのやり取りはいいんじゃないですか。あ、そうなんですか、はい、そういうものなんですね。ユーモアは OK ですから。あ、そうですか、はい、はい。まあ、ですから今伊藤さんも詳しくお話ししていただきましたが、この共同経済活動というもの、はいはい、まあ、これがだからどういうふうに進展していくのかっていうのが、はいはいはい、大きな注目点。正しく日本人に理解されてないところまだあるんだと思います。そうなんですね。私も行ったから分かるんですね。はあ。で、島民の方と話したから。はい。はい、まあ、となれば、その島民の方々含めて、あと今、日本にいらっしゃる方も、早くその、はい、自由往来ですよね。自由往来ができるというのが、まず、第一なんですよね。はい。はい。